間違えちゃったよ暑い部屋が、うん、なんかあの立ててるやつに映った。てかさ、ちょっとさ、今日さ、すごいさ、ちょっとイライラすることがあったんですよねあのね、私さ、昼にさ、せっかく夏休み入ったんだから昼にメール送ろうと思ったの。確かにさ、でもさ、私さ、そのなんていうの、メールに書いちゃいけないこととかさ、多分さ、ちょっとあと5時とかが多すぎてさ、まださ、そのスタッフさんに確認してもらってるのね、一応その確認お願いしますって確認してさ、いつもさ、送信お願いしますって言われないさ、今日さ、昼からさ、ずっとさ、既読ついただけでさ、返信来なくてさ遅れなかっただから待ってて、日曜夜メール返信来たら送るから、もう昼のメール送れなくてさ、まあ確かに忙しいからさ仕方ないんだけどさ、ちょっとね、ちょっとなんか昼に送りたかったのになって、今日だから3通送る予定だった、だからちょっと腹立ったまあ忙しいからね、仕方ないんだけど、送りたかったのっていうだけで。でもね、配信少しなんだけどね、何か歌おうかなとかめっちゃ久しぶりに思ったりもしたんだけどさ、暑い暑い部屋が暑い、そう、リップかわいいでしょ、腹立たないねそう、なんかふとした時にそういえばって思ってそういえば見てくれたのかなと思って、そのページ開いたら全然既読ついてて、え、あ、多分についてたから、2人見てたから、私の多分どっちかが送信してくださいって送るでしょうと思ってだと思うんだけど、あのね、待ってますよって感じですね短期ではないけど、そういうメール確認とかのやつは確認いらないくなってないんだったら、送った時なんていうの、送信前にあの、そう、確認しますなんだったら返信してほしいよねっていう、既読つけたんだったらしてよねって感じそうなの、今日さ、チャットお昼に送った毛穴ガチャガチャしなきゃ、ええね、そうね、なんかね、私出ないって言ってる人ね、いっぱいいるよね、なんでだろう、メール取るかお待ちしてますぜひ、マジさ、外さ暑い、最近ゼルちゃんちょっと冷たい冷たい冷たい、でもみんなに同じ対応、暑いからいや、そんなこともない、どうなんだろうみんな同じ、みんな平等だよ、暑すぎて外出たくない、いや、わかる、本当に外に出て息苦しくない、みんな外息苦しくないねえ、でもね、確かになんか多分みんなさ、私とさ結構さ会ってたじゃん、頻繁に前座に出てたりとかで、だからあの会ってない分、配信とか、まあ、メールが遅れてない人があるから、多分冷たく感じたりとか、最近ちょっと私がね、口がちょっと悪いのもあるんだろうんですがね、でもね、そう、まあ、猫かぶってないってことでいいんじゃないでもほらね、この前も言ったけどさ、あれやん、カップルでもさ、毎日会ってるカップルってお別れの別れが早いって言うじゃん、でもさ、意外とそんな
月に何回とかじゃなくて週に、まあ、2回とかさ3回とか、それは頻繁なんかな分からんけど、私がそういう基準がちょっと分かんないからあれなんだけど、なんか毎日よりかは少しの方がさ、ちょいちょうどいい距離感っていうのがあるから、わかる？このなんかちょっと私あんまちょっとわかんないんだけどね、ちょっとわかんないんだけどさ、その恋愛のやつはポニテだよ。そう、ちょっとわかる？頻繁に会わない方がいいみたいな。そう、まあね、はい、昨日の前座見たけど、え、それ私みんなさ行ってるって言ってた人探したみたい。え、でもなんかさ、いろいろ出てこない本とかにも ね、それ聞いてもらって好き嬉しいね。そう、探したんだよ昨日 DMM で、あの卒業公演行くって言ってメールで教えてくれた人を私は探したよね。どうだったみんな、受付で行ったの？てか私さ、本当にさ受付のシステムさ変わったとかさ知らんくてさ、そうなんかね、変わったなら変わったらみんなに言ってほしいよね。みんな知っててさ、なんかその前座とかに行けてなかった人が知らなかった。へえ、受付行ったんだ。へえ、どう、なんか変わったみたい。私もよくわかんないけどね。まあ大体みんながどうの受付に行ったかっていうのは私は分かってますので、ね、ご安心ください。ギクってした人ギクってした人、まあ誰に行ったかっていうのはでもね、今わかんないもんね、匂わさないとね。はぶられてるわけじゃないから。あ、話しちゃいけなくなったの？顔だけってこと？みんなミフィー、そうなんだ。でもさ、やっぱさあれだよね、やっぱりなんかスタッフさんが顔認証してるんだっけ。なんかさ、ルールをさ守らない人がいるからじゃないって私は思うの。確かにもうさ、この子が人気とか、この子はなんていうの、この子はみたいなのあるじゃんね、それだよね、それでだよね、そのね、一部のねファンの方なんかわかんないけど、一部の人だと思います。うん、まあでもね、受付で嫌な気持ちになる人もいるからね。うん、確かにごめんねって言われたらちょっと、うん、まあいいけど嫌になっちゃうよね。ごめんねって感じになっちゃう。ごめんねってさ言われてさ、隣の子にさ打ち合わせしてんのにさ、じゅっちゃん自信持ってって言われるのもね。本当によし、よかもしくも無理、ジュナに会いたい依存しちゃってる、もしかしてじゅっちゃんからありがとうね。そうなんかね、本当に自分で自分たちの、え、本当にそうだから、本当にみんな、うん、自分どんどんだからさ、このままだったら4期の受付なくなるんじゃないかなって私は思ってる。このでも私はさ、そんなにさね、どんなにマナーが悪い人がいるかっていうのはわかん、そういうその時に私は受付にいたことがないからわかんないけど、でも恋愛でも依存リア子ですけど、リア子でしょ、恋しちゃってる。で私がいなくなったら嫌でしょ。メッセージじゃあちゃいけなかった。え、そうでもね、それがね、まあ仕方ないっていうか、まあでもそれがねあれだからね、残念だけど、うん、まあでもね、うん、仕方ないから、でもちゃんとね、でもお見送りでは会えるしね。そう、お見送りあるから別にそんな、確かに本来はさ受付はないからね。
確かに一人、うん、そうだね、私が確かにあんまり今までね私のところに列つかなかったんだけど、そう、そう、うん、私のね、そう、そう、受付があることが当たり前じゃないから、そう、感謝だよね。うん、歌聞きたい。え、歌ったら15分になっちゃうから。でも今日本当にちょっとね、今日は少なめなんです。何歌う？歌うなら、歌うなら何歌う？そう、今日疲れてない、大丈夫、今日は大丈夫、今日いつもよりなんか口が回ってる気がする。でもね、本当に語彙力ないからそんなにみんなが納得するようなことちょっとあんまり言えないんだけど、頭の中では文ができてるけどあんまりうまいこと言えないんだけどさ。そう、私もね、そう、私がそのみんなの立ち位置だったら確かに、私もし自分がまあ半年で劇場に、アイドルじゃなくてね、全くアイドルじゃなくてみゆみゆさんが受付にいるってなったら私だって確かに行きたいからなっちゃうけどね。なんて言うんだろうね、難しいよね。でも最低限のルールは守ってって感じ。だって受け付けなくなるは嫌でしょ。早く長岡まで早く。でももうちょっとじゃない？18時でしょ。しゃべぴいいよ。じゃあちょっと待ってて。確かにしゃべぴ、あ、でもね、ポニーテールもしてるね。よいしょ、ちょっと待ってね。じゃあ歌って男女読みしてにしようか。よいしょ、嫌いになるよ。はい。言った。痛い。痛い。ちょっともがかせて。痛い。痛い。今の心からさ、いて心からいて出てたよ。マジのいてだった。超いてだよ。今でもさジーってなってる。もうこんな感じ。あ、いい音、ちょっと待って、いい音、こんなチーンって感じ。めっちゃ言うと、なんかあれにちょっと風鈴じゃないけどちょっと似てる。あ、違う、ち、じゃあ2回じゃない、1回1回。あ、違う2回じゃなくて、せーの、あ、これ。あ、違う2回。あー、いいね、風鈴みたいだよね、わかる。肩見て、本当に痛い、肘下ろすところに痛い、なんでちょうど肘下ろしてちゃった。ダダ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 ダ、やばいね、久しぶりだね。今日の喉の調子はいいか分かりませんが、テンションでなんとかいきましょうね。
めっちゃ久しぶりに歌った、間違えずにできました。パチパチ、みんなありがとうね。バイ、音符とかなんだ、音符ペンライトか、あとはタコとかバラとかね、久しぶりに歌ったありがとうね。じゃあちょっとね、男女呼びしますね。分かったらいいね、ね、会えたらいいね。お願いします。はい、13位読みます。13位、白鷹さんありがとうございます。12位、カズさんありがとうございます。11位、ボンタカクハさんありがとうございます。10位、バッカさんありがとうございます。9位、ストーンさんありがとうございます。8位、リョータさんありがとうございます。7位、竹友さんありがとうございます。6位、パンダのテオさんありがとうございます。5位、サカシュさんありがとうございます。4位、ミチさんありがとうございます。3位、アレネストさんありがとうございます。2位、ときめきこばさんありがとうございます。1位、ライトさんありがとうございます。よいしょ、おー、あと2日で100日ですねすごいね、ありがとね、みんな。じゃあまた明日ね。夜メールはね、もうね、もうね、反抗してね、スタッフさんから返信来てないけどね、送りますはい、たまには呼び捨てに、じゃあ明日呼び捨てする覚えといて、みんな覚えといて、はい、はい、朝ではない、うん、朝じゃないと思うよ多分。まあ分かんないな、でも朝じゃないと思う、起きれないからね。じゃあね、簡単な感じですね、はい、じゃあみんなおやすみ、バイバイ。